7月11日、子供の状態です。今日は、離乳食の人参を食べさせるんですけども、何でしたっけ、フリーズドライで、買った人参とあと自分たちで作った人参の離乳食食べ比べをちょっとしてもらおうかなと思います。どうもね、味が違うらしくて、どっちの方が美味しいのかというのをちょっと表情を見てね、探っていきたいと思います。ちなみにこっちが作った、あ、こっちがね、はい、でこっちがフリーズドライ、です。じゃあ先に作った方からやっていきましょうか。次こっちのフリーズドライのをね。なんかため息ついたけど。もう一回食べてみよう。なんかどうもこのフリーズドライの方はちょっといまいち反応良くない感じかな。お口直しでちょっと、ご飯ね。はい。上手に食べるね。嬉しいね。はい、じゃあ次作った方ね。はい。笑顔ですね。笑顔ですね。はいはい。でこっちフリーズドライのね。フリーズドライね。ちょっと足は食べちゃダメ。なんかちょっと表情が違う、硬い気がする、硬い気がするよね、なんかね、笑顔がないね、食べたなんかね、ちょっとって感じだよね、はいはい、ね、なんかこんな感じは作ったもんね、はい、はい、ということで、この検証の結果はですね、おそらくフリーズドライのがまずいということでね、明らかに反応が違うと思うんですよね、これね。ひどい。多分、作った方の人参の方が味が濃いんじゃないかな。やっぱりね。ということで、以上、人参食べ比べさせてみました。じゃあもう自由に。じゃあフリーズドライの方ちょっとやめときましょう。